はい、皆さんこんにちは。今じゅん実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、ファイナンシャル理論ですね、ちょっと下が回りませんけども、が新規事業の芽を摘むと、ね、こんなお話をしたいと思います。自己紹介です。現在ですね、株式会社今じゅん代表で、組織開発のコンサルタント会社を経営して、自分自身も現役のコンサルタントです。千葉商科大学の大学院で経営学を教えています。人を大切にする経営学会の常任理事事務局長として取りまとめを行っていますってことですね。まあ、ファイナンスって何かっていうことなんですけど、これはまあね、いちいちね、説明することもないとは思いますけど、まあ一応ね、これはね、特に経営管理の中でファイナンスって何かっていうと、一つは定性管理の方は理念作ったりとかビジョンとか、こういうことなんですけども、定量管理の方でファイナンス、これお金の方の流れですね、のことを言います。でファイナンス理論って何かってことなんですよね。二つ目です。投資理論です。一つは、そして企業金融理論、コーポレートファイナンスとありますけど、まあ主に今日はね、コーポレートファイナンスの話をしたいというふうに思います。これはね、余剰資金に対するね、運用をどうするかという、こういう理屈ですね。さらにね、金融市場から資金調達に関する理論、これをコーポレートファイナンスと言います。一つはこれグロービスの資料ですけどね、そこからの引用ですけども、まあ、こちらの方にね、ある意味キャピタルマーケットとするモノサービス市場ね、この中でいろんな投資だとかリターンが行われるということで、主にね、これ詳しくお話ししませんけど、この辺 のことを、まあ、コーポレートファイナンスとこんな風に言ってるということですね。まあ、これを前提として、よく使われる事業投資の計算式としていろいろあります。期間回収法って何かっていうとね、例えば最初1000万かかりましたとかね、はい、そうすると、あ、だいたい200万利益が出る、200万でできる、200万でできる、200万できる、あ、6年目でちょうどチャラになるな、投資が回収できるなっていうのを、これを回収期間法っていうのがあります。まあ、一般的にはね、まあ、これで考えるケースが多いです。ところがこれってね、初年度の今ある1000万と6年後の1000万が同じなのかっていうとね、まあ、当然ね、金利もつきますし物価も変わりますということなんで、今の、ね、1000万円っていうのは6年後でしたら、もう少し、ね、割り引いて考えなきゃいけないんだっていうのが賞味現在価値法です。これを、ね、ネットプレゼントバリューとこんなふうに言われています。投資がですね、対象とする事業プロジェクトが生み出すキャッシュフローですね、の総和です。いくらそのことによってお金が生み出されるのか、こんなことをね、ネットプレゼントバリューなんていう、まあ、カタカナで言いますということですね。じゃあこれはね、で、ね、例えばこんなことです。もうちょっとね、例を挙げた方がこういうのってね、分かりやすいんですけども、1番が投資案件、これは1800万のネプレゼントバリューを言います。投資額2000万、これ、いや、200万まだまだ回収できてないんじゃないか。投資案件 B、 これはですね、2100万、投資額がですね、2000万、同じですね。あ、これ、あ、回収できた、100万回収でき、余分に回収できたから。投資案件 C、2300万も回収できた。そして、投資額が2000万円の場合、あったとき、どういう意思決定を人はするかというと、当たり前なんですけども、まあ、普通は、ね、投資しない。これ、ある期間内に回収できなかったら投資しないと。だったら、他のね、ところの、どっか、ニュージーランドの国債でも買った方がいいやと、こんな話になっちゃうわけですね。さらに、まあ、B 案件だったら、まあ、回収できるし100万円利益出るから投資しようや、こういう話になるんですね。でさらに最もですね、優先順位が高くなるのは、 B は100万だったけど C の案件に投資したら300万も利益出るや、だったら C にしようかって、まあ、こんなことを考えるっていうのがネットプレゼントバリューの基本的な考えです。でそれを率に直したのがこういうものですね、 IRR 内部収益率なんて言ってますけども、まあ、これもね、難しい話なんで、まあ、基本的には投資プロジェクトの賞味価値がね、ゼロになる割引っていうことを、この、ね、内部収益率っていうふうに言います。まあ、でその時のね、資本コストなんかをハードルレートに設けることが多いんですけども、まあ、借りてきた銀行から借りたお金、株主から調達した資金、まあ、こういうものがどういうふうに使われてっていうようなこともね、どのくらい配当が出せるかっていうようなことが一つですね、資本コストのハードルになります。でもう一つね、これだと実はですね、まあ、今日はちょっと時間 YouTube なんで、
あんまり長い話ができないんでこのぐらいしてきますけども、投資しないとかね、本当は芽が出るはずのやつがやめちゃおうっていうことになりかねないんですよ。完全に不確定だから、将来のことは。でそうするとどういうことが起きるかっていうと、リアルオプション行使すべき権利だけを確保した上で事業と評価するということですね。例えばこれはですね、靖国神社のたこ焼き屋さんのケースなんですけども、これ私ね研修でよく使うんですけども、これどういうケースかというとね、まあ、シャバ代が15万円かかりますと、ね、でも売上は80万見込みますと、まあ、投資しますか投資しませんか、普通投資しますよね。でも15万だけじゃないんですとですね、機材を借りるのに50万かかりますと、これ投資すべきかしないべきか、ね、80万から65万いけば、まあ、15万もかかる、じゃあ投資しようと。ところがですね、これだけじゃなくて現実社会はそうじゃなくて、雨が降ったら実際は80万の、売り上げが半分になっちゃう、40万になっちゃうですね。という時に投資しますか投資しませんかと、40万から赤字になっちゃうじゃん、じゃあやめてこじゃないんですよ。でそうした時にね、できるだけ靖国神社にね、出店することだけ決めておいて、そして機材なんかはじゃあいつまでに発注すればいいのか、雨が降るかどうか決まってから発注するとかね、すれば発注しなかった時に損は少なくて済むわけですが、というように行使すべき権利だけをオプションで持っておいて、できるだけ意思決定を先延ばしすると、ギリギリまで意思決定しないというようなことでリスクを回避するというやり方があります。まあ、こんなことをやることによって、ね、投資がさらに確実にこれ投資したいどうかということが分かる、こういう手法なんかもあります。いずれにしてもね、どれを取っても実は問題点があります。まあ、リアルオプションがかなりね、上のところよりは改善されていますが、何かっていうと基本的にはですね、事業の中を見ないで基準だけで当てはめると、本当に有益な事業への投資が止められるということですね。皆さんもご存知、まあね、世界的にも展開したグローバル企業の、日本を代表する企業の代表取締役専務までやられた方がおっしゃってましたけど、その企業にいらっしゃった時に、新規事業がうまくいった場合とうまくいかなかった場合何ですかって私尋ねたことがあるんですよ、職員しながら。その時どう言ってたかと言いますと、いや大体ね、このファイナンス理論でここまでいかなかったら、まあ、この事業をやめっていうことで、本当だったら芽が出る事業がやめっていうふうになっちゃって、それで他社が同じような事業を始めて成功したなんてことは結構あったんですよってお話しました。となるとね、何が言いたいかっていうと、まあ、こういうね、理論は重要なんですけども、理論進行だけ進歩だけしちゃって、本当の事業の中身をしっかり見ないと、本当はね、花を開く事業もなくなっちゃうと、こういうことですね。だからね、そもそもですね、完全にキャッシュロー、将来どのくらいキャッシュを生み出すなんて誰も予想できないんです。でもこれはファイナンス理論が必要ないなんて言ってないですよ。必要なんだけども、こういうことを前提に、いろんな意思決定しなきゃいけないと、ね、ですからリアルオプションがダメで NPO がダメになった事業でも OK になる場合はもう出てきたが完全ではないということですね。まあ、まとめをしたいと思います。ファイナンスの理論は私は重要だと思います。こういうようなね、いろんな考え方なんかは持ってて別に悪くない。ただ浅い理解だとかね、表面的な計算に惑わされると結局ですね、間違った意思決定をします。最終的にはですね、理論だとかミッション、ね、自分たちの会社は何でこれやってるのかとかね、そういう神話性を考えたりとかというようなことも、ね、踏まえて慎重にですね、もっと多面的に考えて判断すべきだと。単純にファイナンス理論の計算結果だけで、まあ、新規事業をやめたり始めたりしないといったことで今日はお話をしてきました。まあ、毎日ですね、こういった少しね、経営学的な話もしますし、それから時事ネタ、企業事例、いろんなことをやっていきますので、一緒に学びたい方はチャンネル登録、さらにね LINE 登録もお願いします。今日もどうもありがとうございました。